熊本は平川、そして仙台は小出、両キャプテンを先頭に入場してきています。ここで平川が寄せる、鎌田から間のパスが通る、シュートは枠の左、少し難しいターンでしたけどね、はい、よくシュートまで持ってきましたよね。鎌田からのパスを受けてターンしてシュート、あー田代ナイスセーブです。まあ少し角度はなかったですけど拾いたいですよね。さあ木田が進入していって、ここは藤田が体を入れます。マセから低いボール、シュートだ、山田頭を抱えました。今豪家マセと連動して寄せていきました。相良が運ぶ、ドリブルがある、右足で狙ってきた、素晴らしい、相良龍之介ミドルシュートで先制。まずはベガルタ仙台、今のここもね上村選手の脇のスペースなんですよね、少し上村選手軽かったですけど、よく打ちましたよ ね、 そうですね、少し距離があったのでもう少し運んでもよかったと思うんですけども、まあ、シュートリンジだったんでしょうね、はい、そうですね、いや素晴らしいシュートでしたね、はい、なんか3枚入っています。竹本に下げて、竹本はグラウンダーのクロス、石川大西が狙ってきました。ふわっと浮かせて姿が落とす、もう一度中島、速いボールが入ってきた、ゴールキーパーの林です。まあ、少し、ね、キーパーが前めのポジションを取っているのよく見てましたよね、はい、平川選手狙いもあったでしょうか。いや直接狙ったと思います。キーパーが、ね、少し高い位置取ってたので、はい、キーパーの立ち位置見てましたね、はい、まあ、急ぎたいんですけど熊本もね、はいはい、まずはしっかりと。さあ中島ルーズになっている、エベルトン、レズボール開きましたね、開いたんですけどね。遠いところ狙ってきてヘディングは書き出しました。早く触りました。